はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回はスカイウォーカーの夜明け本編で使用されなかったいくつかのコンセプトアートについて触れていきます。過去にもスターウォーズ関連の動画を多数アップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは早速いきましょう。映画のコンセプトアートでは劇中で実際に使用されたものや使われなかったものが多数ありますが、中でも実際には使われなかったものの中に劇中で明かされなかった興味深いものがありました。まずはこちら、ライトセーバーのコンセプトアート。劇中ではなかなか間近で見ることはできませんが、このようなサビであったり詳細な形状なんかもはっきりと見れるので、ファンとしては少年心をくすぐられます。次はこちら、中央にカイロレンが座っており、その横に側近のようにレイと思われる人物が立っています。劇中では闇落ちしたレイが登場して、その特殊なダブルブレードに驚かされましたが、これもおそらくフォースビジョンのシーンで使用される予定だったのかなと思っています。レイがもしダークサイドに落ちていれば、カイロレンの右腕となっていたという未来なのだと思われます。エピソード8最後の時代のあのシーンで、もしレイがカイロレンの手を取っていれば、このような未来になっていたのではないでしょうか。続いてはこちら、雪の中にレイと思われる人物と BB-8 が立っています。レイの特徴的な服も気になりますが、 BB-8 の頭に注目。これまでの丸い頭とは異なり、レイの帽子に合わせるような形状になっています。劇中で BB-8 が壊れて修理後にこのような形になる予定だったのでしょうか。ドラ焼きみたいな頭のこの BB-8 も可愛くて魅力的です。さて次はレイのあのライトセーバーに関するコンセプトアート、それがこちら、流れ落ちる滝を背にしてレイがダースモールを彷彿とさせるダブルブレードライトセーバーを構え、ルークがエピソード4で使っていたマークスマン H トレーニングリモートというドロイドを相手に訓練をしている様子です。注目したいのはレイのライトセーバーです。スカイウォーカーの夜明けラストではレイはアナキンやルークの故郷タトゥインを訪れ、ルークとレイヤのライトセーバーを埋めるのですが、その後レイがおもむろに黄色のブレードを起動していました。このレイのライトセーバーの全体像などは劇中では明らかにされなかったのですが、このコンセプトアートを見る限り、あのライトセーバーはダブルブレードであり、さらにはレイがもともと持っていたクォータースタッフを改良したもののようです。ダースモールのライトセーバーと比べると持ち手の部分が長く、逆にブレードが短く感じますが、個人的には劇中でこのシーンはぜひ見たかったです。そしてドロイドが複数体あることからレイの成長ぶりも伺えます。次のコンセプトアートはこちら、おそらく先ほど紹介したコンセプトアートにつながるシーンだと思うのですが、気になるのはまたもやレイのライトセーバー。先ほどとは異なりレイが2本のライトセーバーを持っていることがわかります。おそらくこれは先ほどのダブルブレードを分離させ使っているようです。アニメクローンウォーズではアサージ・ベントレスが独特な形をしたダブルブレードから二刀流式のライトセーバーを使っていましたが、映画では初めての試みです。このシーンもスクリーンで見れれば感無量だったのですが、残念ながらその夢は叶いませんでした。はい、今回は短い動画でしたがいかがでしたでしょうか。この動画を見ている方の中に現時点で MCU にあまり興味がないという方もいらっしゃると思いますが、4月中に MCU の総復習動画を出そうと思っていますので、ぜひこの機会に MCU の沼にハマってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。